お疲れちゃんです、ラットです。今日なんですけども、先日ね、ブレンチョングカップという、ね、大会が行われて、ちょっとその大会でね、神試合ばっかり生まれたので、ちょっとそちらをね、ちょっとお見せしていきたいと思います。で、まぁ、今回のそのブレンチョングカップという大会なんですけど、まぁ、定期的に行われるね、海外の人がね、行ってるやつなんですけど、まぁ、賞金総額400万で、まぁ、3つの地域、アジア、ヨーロッパ、アメリカの辺かな？はい、で、行われて、72人がね、招待されましたよという大会です。で、これに招待いただきました。ありがとうございます。それで、アジアはアジア、ヨーロッパはなんかヨーロッパの方でとか、アメリカはアメリカの方で、こう、もうなんかグループ分けされたんですよね。で、僕のアジアのグループが、日本からは、ジャックくん、カズと、みかんさん、で、ゆうやと僕。で、海外サンドボックス、ベンザー、アーピーみたいな、はい、人で、まあ、この8人の、半分がね、突破できますよと。総当たりをやって、まあ、7試合やって、上位4名が予選突破ですよっていうやつなんですけど、なんと予選突破しました。はい。まさかの予選突破しちゃって、その際ね、めちゃくちゃこう、おもろいというか、僕遊んだわけじゃないんですよ。遊んだわけじゃないけど、まあ遊び心をちょっと混ぜすぎてまだデッキバック使ったんですけど、そこでね、ちょっと神試合ばっか起きたので、それを紹介していきたいと思います。で、1日目と2日目って分かれてて、僕1日目で4人と対戦して1勝3敗だったんですよ。で、もう結構もう無理なラインだったんですよね。突破が無理なラインで、2日目迎えて、まあまあ、正直もう無理だからなと思って、もうミラーとか、それこそこうね、見えるようにリバブリースがいろいろもう、こんなことばっかりしてたんですよ。で、まさかのね、この日全勝しました。はい。3人でやって3勝したので、それを、ね、見せていきたいと思います。で、ちなみにデュエルルールなので、1回目に使ったカードは、その後2戦目、3戦目は使えないってやつですね。その、1回の BO3 の中では同じカードは使えませんっていうルールです。さあ、というわけで、まあ、1試合目が、まあ、4試合目。合計的には4試合目だけど、この日では1試合目ね。はい。ジャックンというところで。で、なんかこう、運営の人っていうか、まあ、開いてる人もね、優しいので、なんだろうな、こう結構いるんですよ。初日とかにもう全敗したりとか、日程被ったりしたら、ああ、ごめん、もう俺出ないや、負けていいよ、みたいな感じの、まあ結構緩めというか、試合時間決まってても、ちょっとごめん、今できねえから、あと30分後にしてくれとか、まあなんかこう、結構優しい大会ではあるんですよね。運営の方が、そう。でも、めっちゃしっかりしてるんですよ、なんか。です、なんかすごいんですよね。定期的に行われてる分。で、まあ、僕はこの日は、ジャック君か。2.6 億のね、はい、ジャックです。日本人初、世界1位を取ったね。はい。めっちゃうまいっすよ。小物系というかね、もう高回転なら、何でもみたいな。はい、そんなプレイヤーですね。で、僕はこの、よく動画でね、使ってるミラーデッキですね。ジャック君、やだめでも縛ってますけどね。で、ここはまあ、コウモリ来るでしょうと。で、まあ、来てからですけど、はい、トレネで対応してきます。いやなんかこのミラーデッキとか大会で使うことはまあまずないんですよね。その、まあ、なんだろうな。ある程度は戦えるものの、やっぱ、ね、ガチデッキにってなると、しかも上手い人たちに。なかなかやっぱ通用しないものの、今回ちょっとたまたま刺さりましたね。はい。で、まあ、ゴブドリ。メガナイトゴブドリだったのが好きだったかな。これリガーだったら多分きつかったなと思うんですけど、たまたまゴーストがゴブドリ受けてね。ちょっと優秀で、みたいなこともありながら、で、まあ、あとは、始まりプリンね、狙っていくんですけど、しっかりここを嫌って、もう、始まりプリン来るよねっていう、意識してのアチクイですね。さあ、で、まあ、プリンとユニットこう離して、ヤナメで当たんないようにはしたんですけど、当たるっていう。ヤナメないなぁ、ひでえからなぁ。さあ、まあ、ここでね、しかも、相手がちょっとコストないんですよね。それから D が繋げて、まあ、謎にね、ウッドやったんですよね。ゴースト、かと思いきや、これトレネだったらなぁ。より入ってた気もするんですけど、めっちゃダメージ入ってます。はい。で、この日にはね、なかったんだけど、その前日かな？前日ではねえか。まあ、前週ぐらいにあったんだけど、1日目がね。その際に、みかんさんと試合したんですけど、みかんさんと1日になって、しかも最後のね、この試合取った方が勝ちだよっていう試合があったんですけど、なんとその試合でね、神試合を受けました。で、なんかね、ほんと、タワー同時落としで、俺が2クラの方を追って、ミカさんが3クラの方を追って、そう、もう延長残り数秒とかでね、タワー同時にポーンって折れて、まあ2クラとキングだったんで、まあ僕の負けではな、あったんですけど、っていう、もうすごいね、本当に、やばい試合があったんで、ね、それも多分まあ、調べれば出てくると思います、アーカイブかなんかで。はい。ぜひちょっとね、気になる方がいましたら見てみてください。で、しかも今回のこの大会、なんかミカさんも予選突破したし、まあ、僕も予選突破したんですよ。で、結構こう、子さんがね、いや、これバレてます。突破できたっていうのは、ちょっとね、こう、なんだろうな。YouTube でね、古くから僕とかみかんさんとか知ってくれてる方には、
なんか嬉しいんじゃないというか、まあエモいっすよね、ちょっと。このディガーどうでしょうか。びっくりディガーで勝ちました。いや正直もう無理だなと思いながらね、奇跡的に12ディガーがぶっ壊れてましたっていう、まあそういう試合でしたね。で次がエリンババですね。これはメガネテレバ、俺一回動画紹介したんですよ、これ。しかもそう、ちょっと強くねって言って動画紹介して、強いよなと思いながら。でこの2試合目なんで、先ほど僕はトルネとかウッドを使ったんで、トルネウッド系は使えないんですよ。でジャックはメガナイトとか、ヤナアメザップとか、さっき使ってたカードはデッキに入らないよっていうルールですね。なんでこう結構読み合いとかそういった部分もね含まれてきて、あ、じゃあこのデッキはねえな、このデッキは来ない、このカードは来ないなら、ウィザード刺さるよな、レッツよなみたいな、まあいろいろ一応なるはなるんですけど、さすがにこれはヤンキーすぎたものの、これがねぶっ刺さるんですよね。さあで、まあ、今回ジャックが迫撃ロイホグのねポイズン型かな、まあなんかポイズン型だったりクエイク型だったり、迫撃ロイホグねやばいんですよ。このデュエルっていうなんか仕組みの、まあ大会というか試合において最強レベルで強いんですよね。もう3試合や 3戦のうち1回はマジで迫撃ロイホグ出しやすいよねというか、なんかね組み合わせがいいんでしょうね。他のデッキにあんま使わないっていうので結構ね使われがちのデッキなんですよね。そう、でも今回たまたまこの陸行きがすげえ刺さるんですよね。これ見てもらえれば分かるんですけど、でデリさえて、俺これ逆サイプリンス刺したらめっちゃおしゃれですね。今見たら4ワード5ワードぐらい取ってる。まあ U のだけで受けたのがねちょっと良かったですね。まあでもこれアド取ってるのはさすがに僕もちょっと分かってるので、これ8枚目がないといきますね。このプリンスタダなんでね、はい、5ワード取ってますね。さあしっかり攻めていく。いやー、まあこれメガネットプリンスだけでも本当に強いですから、僕動画とかでよくメガネットプリンス形作りゃ強いって言ってるんですけど、本当に強いんで、いやでもこの受けもうまいですよね。まあでもコストないよねっていう思いでエリババでレイジです。まあこれ見てもらえればわかるんですけど、上手い人にもエリババレイジって意外と刺さるんですよね。まあそのデッキのね相性だったりとか、まあエリアと取れてたりだとかあれば、結局ね格上にされるエリババレイジも嫌ですけど、このコストない時のエリババレイジとかも最悪ですよね。リク受けなかったり、いやもうぶっ刺さってます、はい。まさかのね、で対空ウィザードとエリキもいるんで、意外とこう空にもなんとかなるし、メガナイトデッキなんですけど、そのメガナイトってやっぱペッカとかねそういうのきついと思うんだけど、火力しかないんでね、そうペッカとかにも全然戦えるよねっていう。あ、てか迫撃ロイフじゃない、迫撃スキャラでしたね、はい。でもここはしっかりね上で踏んであげて、下は下で対応してあげるともうね、はい、フルカウンターですね。ジャックもこれで多分やや諦めの、はいですね。で最後レイジね、記念にあれラグってたのか。さあ同時落とししながらね、はい。というわけでこの、まあ、ネタ感ちょっとあるね。遊びすぎじゃねえかってなるものの、まあ、刺されば強いよねっていうのがね。はい。エリババだったり、ミラーだったり。まあ、ちょっと面白い部分でありますよね。さあ、というわけでこれ買ってき、続いてが日本のね、カズトですね。で、エリージャイ得意だったんで、エリージャイ来るかなと思って、たまたまヤナーメンにして、綺麗にはまって、ロイフグをエリババにしたね。シエンタロイフグですね。あ、シエンタエリババですね。で、まあ、勝ちの次が、どう、なんかここまで来たら、俺どうふざけたらいいなとかというか、どう遊べばいいんだろうってめっちゃ考えたんですよ、真剣に。なんかもう、この日は、もう、そういうプランで行こうっていうか、この、ごっちゃごちゃデッキで戦おうっていう。あんま真面目には戦わないというか、まあ、真面目だけれども、しっかり遊んでいこうぜっていう思いでね、やってたんで、必死にミラー使って、レイジ使って、何の、どうやったらいいんだって。真剣に考えてました。遊ぶの。遊ぶのというかね、そう、どんなデッキで行こうっていう。思いつかなかったね。で、ラバエリジャイバルーンにしました。うん。まあ、なんとなくこれでいいやろっていう。で、中身とかもしっかり考えてるんですよ。その、メガゴミニペ縦線とかなんですけど、今回ファイボの。まあ、なんか今のこの大会というか、このデュエルルールでよく使われるデッキっていうのがね、やっぱペッカとかよく使われるんですよね。ペッカ、ラム、マザネクも加工されたんですけど、そのマザネク型とか。なんで、まあそういうのとかもしっかり意識して、まあ陸厚めにだったり、スペルもファイボにして、とか、こういろいろまあ考えています。はい。遊んでるんですけど、考えています。はい。真面目な遊びです。で、このバレル裏もうまいですね。プリンセスがね、タワーにも入れますし。でも、
僕はさっきの試合もなんですけど、めっちゃエリアド取るの多分ちょっと上手いんですよね。知らんけど。すでにアドめっちゃ取ってるじゃないですか。そう、ダメージ受けていいので、その分エリクサーのアドバンテージを取って、そのアドで一気にね、倒していくと言いますか。まあでもこのね、プリン延命はちょっと嫌でしたね。でもまあ、さすがに無視は嫌だし、と思いながら、まあこれも、いいタイミングのバレルですよね。まあでもこれも、鬼のね、許容です。はい。で、こっからですね。なんかラバエル時代のバルーンも多分昔動画で上げたことがあるんですよ。だから僕多分今回昔動画で上げたようなのしか多分使ってないんですけど、まあそれをね、まあデュエルで相手これしかねえよなとか、そういうタイミングとかをしっかり考えながら、使えばね、可能性あるよねって。さあ、ケツエリジャイで。まあこれケツラバじゃない理由は、ケツラバした瞬間に3052の方に、バルキリーゴブリンとかこういうことされると、リーク受けなくて終わるよなと思って、ケツエリジャイだと同サイドでね、3000側にぶっ破してもエリジャイが受けてくれるんでね。で、ここ、相手枯渇なので、バレルさえ守ってしまえば、これロケット打たざるを得ないんですよ、270位ね。そう。まあ、だから、延命できそうなところはしてます。で、ここは守んないのか。ここでスタンですね、俺は。まあ、ワンチャン守ってもよかったけどな。さあからの一旦相手がロケット使ったので、まあ、バルインね、ブッパですね。で、ウッド使わせといてからのこのスケブ追加ですね。はい、いやマジで本当にトロね、5000とか6000とかにいそうな感じのデッキだし、なんならいるかもしれないんですけど、意外とこう刺さるっていうのがね、まあ、ちょっとおもろいですよね。さあというわけで、ここもね、2-0-2-0でまさかの勝っちゃうっていう次元ですよね。で、まあ、大会のね、僕のグループの、まあ、最終戦ですね。で、僕とベンザーね、ベンザーはもう予選突破できなかったんですけど、僕はこれを勝てば突破できる可能性があるっていう、なんかすごいところだったんですよね。だけど、しっかりね、遊び心はお忘れなくと。初戦はもうね、ババコア親衛隊の昔僕がちょっと気に入ってたやつなんですけど、使ったらもうボーラーバルーンにしばかれましたね。で、バルーン使ったんでしょ？何くんの？と思いながら、ラバルメガナイトにしました。はい。で、ベンザー小物系好きだし、あとね、マザネクとかも、ヤナメザップで処理できるようになったんで、まあ、ヤザでいいよね、と思いながら、このデッキにしました。まあ、なんかね、なんか刺さったっすね。しかも、ダクネも持ってきましたね。まあ、ラバーダクネと、まあ、メガナイトダクネ、どっちにも刺さるよねっていう。結局、ダクネってまあ、そんな強くはないんですけど、大型にはやっぱ刺さるよねっていう。はい。だって、大型には入れやすいよねっていうので、これにしましたね。まあ、アチャクイきついんですけど、まあ、そんな知らねえよって言いながらね。で、ここも、多分これだけで許容すると思いますね、僕。まあ、エリクサー的には、1アードぐらいか。でさ、ケツラバドゥーンかな。しかもこれ逆サイ、まあタイミング被ったっちゃ被ったんですけど、まあまあまあ。最後捨ててでもバルーンつければ1本折れるんでね。で、ここでね、相手がぶっぱきたんですよ。まあそらそうだ。ラバーこんなんね、絶対きちいじゃんっていう。まさかの。やばい、相手からしたら絶望っすよ。え？っていう。ね。なんでお前メガナイト入ってんのってなるじゃないですか。さあ、早めのザップをね、打ってあげて。いやーこれやばいっすよね、相手からしたらもう意味わかんないっすもんね。いやもう意味わかんないからこそやっぱ刺さるって言いますかね。さあここもね、陸儀僕少ないんで早めに処理してあげます。で、まあ、ラバーはパピー簡単に処理されるのも嫌なんで下にダクプリだけ潜らせてね。いやーでもこのねウッド5うまかったですね。まあでもコストないのも分かってますし、縦線来るのもね、はい、分かってるので、まあ、しっかりヤナムってね縛っていきます。さあこれで、まあコストはトントンのダメージ差は大量っていうね。まあほぼスナイプみたいになってますけど、このメガナイトいることでね。いやー、おもろいっすね。なんかこういうのはね。やっぱこういうことする人あんまいないじゃないですか。もうほんとなんかもう、ほぼ負け確っていうか、まあグループ突破できない位置にいたんで、ぶっちゃけね。まあ負け確だったからこその、いや、ダクネ逆いっちゃうんかーいっていうね。まあもう、なんか、なんだろうな、海外プレイヤーもやっぱ結構いるんで、海外から見る人もいるんですよ。そう、だから、まあこう、見せプと言いますか、
なんかちょっとおもろいことしちゃろうっていうね、なんかそういう気持ちが出ちゃうんですよ、僕やっぱ。で、おもろいことしちゃろうで、おもろいことしてたら、たまたまね、勝利がついてきましたね。さあ、残り20秒なんで、まあここはもう、攻めずにいかん今ですよね。うん。で、持ってあげて、インドラも強いしね。で、まあ低めに低めにと。ユニット置いて、まあ、着衣もこう、時間稼ぎすればなんとかなるんだね。さあ、まさかの負けたら終わりってところでこんなデッキ使うんでね。さあ、ナイス。まあ、個人戦だとね、何でもやり放題ですからね。ふざけようが、真面目にやろうが。すべて自分の責任なんでね。さあ、というわけで、今1-1で、ね、次勝った方が、まあ、勝ちと。で、僕は次勝てばワンチャン予選突破があるっていうところで、このカードを見てください。相手はバルーンも使って、トルネードも使ってとか、いろいろ考えられるんですよ。これも一回使ったカードは使えないんでね。じゃあ何来るんだろうってまあ分かんなかったんですけど。で、まあここで相手がファイブを使ってるんで、まあマザネクとかね、マジックアーチャーいけるよねっていうので、僕は次ね、はい、マジアーチャーオールブレイカーで、さあ、ペッカラムですね。で、まあさっきもね、話したんですけど、このデュエルルールでペッカラムってめっちゃ使いやすいんですよ。というのも、まあデッキ自体が安定してて強いし、なんかこう、なんだ、他のカードも意外と最近使う場面がないと言いますか。ペッカラム使われる率が高いので、僕この、マジアジャオールブレイカー、よく僕コウモリ型でね、使ってるというか、まあテンプレはね、コウモリなんですよ。だけど、まあ相手がね、このマザネクとかそういうのも使ってくる可能性もありましたし、コウモリをね、メガゴにしました。天才的に、マジ天才だと思います、このメガゴ判断は。で、まあメガゴにしたことによって、この試合ね、マジで大活躍します、メガゴは。うん、まあ小室がね、スケしかいなくなるんで、まあ、相手の、なんだろうね、マズネクとか、雪玉とかもね、あんまこう刺さんないと言いますか。まあまあ。しかも、あと僕このね、マジアチャオールブレイカー、矢の飴でよく使ってる、テンプレはまた矢の飴なんですけども、これをね、ウッドに変えました。で、しっかりね、範囲をね、利用したいボムですね。さあまあ、でもゴルナイが強いよなとか思いながらな、結局。やばすぎん？こんだけ入るんやで。で、まあ、ここは、ディガーとウォルブレイカー、逆サイですね。まあ、結局、同サイ行っても、一緒に処理されちゃうんでね。逆サイ行くと、まあ、左にマジでちょっと入るしな、と思いながら。さあ、で、ここは、ウッドとやりながらだけど、ちょっと間に合わずね、ダメージ入っちまう。しかも、タゲが変わってるんで、いていていて。で、まあ、今回これ、ウッドにしてて、空来たらどうすんのみたいな話も多分あると思うんですけど、相手はもうバルーン使って、あとディガーとかも使ってたのかな。なんでまあラバが来たとしても、なんもない。バルーンもディガーもないラバなんで、まあラバクロぐらいか。でもファイボも使ってるんで、マジアチあれば余裕で多分ラバクロもね、戦えると思うんで。っていうので、このデッキ判断ですね。さあ、まあマジアチでね、稼いでいきます。相手ね、タルーでもないんでね、雪玉なんで。これマジアチがやっぱ強いやな。実はしっかりディガーで、これ、わざとめっちゃ遅らせたんですよ。そう、同タイミングで行くと、絶対この、相手が警戒してくるんですよ。ウォールブレイカー来るっていう、ディガー来ると。だから、わざと出さなかったんですけど、遅れて出てきましたね、ペッカが。さあ、このボエ大変ですけど、バルキリでタゲ取りながら、ペッカは透けてね。で、ウッドで剥がしながらと。で、ここで、まあまあまあ、しっかり低めでね、爆破でさよならして、許容ですね、マズネクは。で、ウォールブレイカー飛ばしながらの、ここのね、俺、多分ね、バルキリー出さないんですよね。メガゴ行ってんだな。そう、結局陸で対応される思って。ここのウッド。ウッドで延命して、メガゴタックル。いやー、このウッドがね、結構いいウッドですね。で、端前ちょっと射抜きたいんですけど、まだね、射抜いたところで900は多分折れないんでね、ここで無理に射抜かないですね。確実に守ります。低め低めで。でさ、ディガーで今の間に削りながら、しっかりね、メガゴウッドで溶かします。で、雪がね、めっちゃいい雪で危なかったんですけど、俺がスケ出そうとする前に雪がちょっと来たので、相手の読みがね、上を行きすぎてて、ギリね、スケ、挟み込みましたね。で、あとまあ500なんで、一回落ち着こうぜっていう。まあ僕、メガゴマジで強いんでね。そう。コウモリだったらこれ全部マザネクとかエレキで行かれるんですけど、メガゴだけはマジで強いんでね。さあ、無理やりオールブレイカーとかも飛ばして、相手に防衛コストを使わせます。いや、メガゴやばいんだよね。ガチで。無双してる。でさ、ここを射抜いていきます。一発。ね、一発だけですけどね。まあでも、この子にコスト使わせたら、これのペッカをね、またメガゴをつけてね。はい、早めに抑えれて、っていうので、
まあこれは僕のね、メガ誤採用が効いたんじゃないかなと思います。さあこれでこの日3勝で合計4勝1敗で、4勝1敗結構並んでたんですけども、まあセット数がね、僕 2-0 がちょっと多かったので、で負けるときは 2-1 が多かったっていうので、予選突破しました。というわけで、まあ本戦はまたいつあるかちょっとわかんないんですけど、まあちょっとね、本戦も遊び心ね、はい、混ぜながら戦っていければなと思います。ちょっとなんで、このすごいネタデッキではあるものの、結局刺せればやっぱ強いので、ちょっと皆さんもね、こういったデッキ使ってみてください。よければね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。